はい、皆さんこんにちは、ワンデルグリュウイチです。では今回は、信長の予防大使幕末志士転生物語、土佐藩山内家でのプレイ続きやっていきましょう。徳川軍、幕府軍ですね、との戦いが長期化して苦戦を強いられているという状況です。で今回まずはですね、徳川慶喜軍が迫ってきている蘇郷城、ここの救援に、部隊を向かわせなければならないので、忠義自ら率いてですね、蘇郷城の救援へと急ぎ向かいます。進みます。であとはですね、坂本龍馬隊が今伊予松山城で集結中なので、これの集結を待って徳島城の攻略に向かいます。では時間を進めていきましょう。おお、その前に、そうだ、徳川家と下交渉として講和を結べるなら結んでおきたいですよね。もう疲弊しきっているので、むむ、姫路城に出雲の国対25,800、やるな。津山城に25,600押し寄せられても結構しんどいよ。これをどう撃破していくかだな。出雲の国隊、ここ、津山城で戦った場合、3100が敵側の上限で、味方11,000。であれば、勝機十分にあるな。ここは、津山城の部隊だけで、決戦に及びましょう。これでも十分に勝てる。しかも、正則だからね。正則に任せましょう。仕方ねえ、待つか。池田家との戦いですが、ここはスルーしちゃいます。勝利の光が我が道を照らす。急いで蘇郷城の救援に向かいます。我が領内に敵が迫っています。天神山に16,000、やるな。天神山に16,000も、これも迎え撃たなきゃいけないわけでしょ。ただし敵は6,800まで制限できると。よし、これならここも勝機はある。前進せよ。まずは蘇郷城をしっかり守るところからですね。もちろん籠城します。で救援が来るのを待ちましょう。救援さえ来ればこれを撃破して、さらにね、逆進行ということもできなくはない。まあそういう目算ですね。吉野部隊に忠義17,000、まあ倍の数にはなりますが、これをね、なんとか撃破していきましょう。徳島城を奪還しておきたいというのがあるので、まあ、そこに向かってね、しっかり目標を立てていきます。では建設からいきましょう。まあいつもの準建所からですね。建てられるところには準建所を建てていきたいですが、まあ、一通り建たっているので継続発展かなとは。じゃあ準建所の継続発展中心に発展させておきましょう。これでお金はだいぶ使いましたね。では迎え撃ちます。うん、これ何、死刑しなくても確実に勝てるの。いや、負けてんじゃねえか。お味方が捕らえられました。ちょっと待ってください、ね、ここはタイムリープをさせてください。ちょっと何か間違いが起きたような気がします。特に何もしていないのですいません。このまま皆さんには申し訳ないんですが、タイムリープをお付き合いください。何が起きたんだろう今。何かミスをしちゃったのかな。まずは、忠義隊をね、しっかりと、蘇郷城の救援に向かわせる。ここね。勝ちは揺るがないと出てたと思うんですけど、なんかそんな感じではなかったですよね。次はちょっと自分で指揮を取って確実に、吉野部隊を撃破していきましょうか。そっちの方が安心ですよね。ついてこい。で、あと、講和。これをね、しっかり入れておきます。
幕府軍にこれ以上抗う力は残っていないので、一旦講和をしておきたい。ここは指揮を取らずにスルーして急いで、勝利の光が我が道を照らしている。総合城の救援に駆けつけます。で、天神山にも敵が来る。これ同じ、全く同じ流れで来てるので、ここを迎え撃ちます。前進せよ。待機するぞ。で、籠城方針で、まずはしっかりね、持ちこたえてもらってる間に、忠義本体の到着を待つという作戦なんで、さっき何が起きたのか、ちょっとわからないんですが、まあ、確実にね、次はことをなすために、自分で指揮を取っていきます。で、継続発展は、ここもね、さっきと同じになりますが、基本的に準拳場を中心に、発展させておいて、敵のね、攻勢に耐えていきましょう。かしこまった。蘇合城は絶対に落とされたくないからね。池田からの交渉の申し入れ。金銭8万1000。ありがたい。受け取ろう。ここだよね。徳川軍の軍勢が目の前に迫っている。指揮なさらずば、勝ち目はありえませんなんね。ごめんなさい。であればもちろん指揮を取って確実に敵を撃破していく。数多いなぁ。吉野部隊3万。味方1万5千。これは吉野部がどこにいるかだなぁ。まあ、一応前後で挟める環境にはなってるので、吉野部の場所さえうまくはめれば、あるいはっていう感じはするけどね。あとは泥沼とかにはめたり、奈落に落としたりとかで、できるだけ敵のね、その動きを止めて、その隙になんとかね、吉野部本体を潰すっていうのが、まあ考えうる策の一つになってくるのかなとは思うんですけども、まあ、うまくはまってくれるかどうかですかね。後に続け。吉野部の場所がわからないからな。どこに吉野部がいるのか。ここにいてくれるのか、ここにいるのかでだいぶ変わってきますよね。吉野部の場所が。ちょっと吉野部の場所がわからない以上は、慎重に動きましょう。覚悟せよ。始めるぞ。吉野部の場所を見つけて、吉野部、ただ、その一体、だけを目指して賭けにかける。ゲチよ、始めるぞ。多少味方は分散してでも吉野部の場所をね、やっぱいち早く発見して、吉野部めがけて突撃をひたすらに行うという戦い方で活路を見出します。果たして吉野部はどこにいる。ここに吉野部を見つけたりと決めて突撃をしていきましょう。外したらもう乾杯。泥沼にはまった。ただあそこが吉野部だったら勝機がある。ゲチよ、覚悟は良いか。吉野部はいない。ゲチよ、始めよ、始めよ。ご命令を。吉野部を見つけた。知れましたな。これは勝機があるぞ。吉野部ただ一体を目指して賭けにかける。覚
正規の大逆転がある。忠義大だけは下げときます。忠義大がやられると終わるので、忠義大以外は賭けに賭けよ。ただ慶喜の首ただ一つ上げに行きましょう。よし、奈良君が落ちているな。この間に慶喜を討ち取らねばならない。ちょっと迂回させて、始めるぞ。ご命令ください。始めるぞ。ゲチを覚悟しろ。とにかく慶喜の首を上げないことには始まらないので、やりたい前。そうだね、慶喜が孤立しているというのが唯一勝機がある。やりたい前。さあ太鼓を打って、紙幣を打って、紙幣はちょっと早かったかな。そうよ、攻め込もうぞ。始めるぞ。ゲチよ、ちょっと慶喜の退路に先回りしておきましょう。覚悟は良いか。逃がすわけにはいかないって。前、覚悟は良いか。ゲチよ、始めるぞ。やりたい前、始めるぞ。心してかかれ。やりたい前。逃がすなよ、ちょっと待ってくれ。釣りを発動されてる場合じゃないぞ。足の速い部隊は何している。ここは騎馬隊で追い回さなきゃいけないところなんだけどね。覚悟しろ。敵のここに来て救援が来ちゃってるね。やりたい前。やりたい前。やりたい前。追っていこう。今ぞ攻め込め。参ります。慶喜の退路と思われる場所に忠義を布陣させておきます。釣りのぶせか。くぅ、ここで大部隊が一気に敵に引き込まれる。よし、泥沼にはめた。この隙に敵の救援が来なければ打ち取れるんじゃないか。これほどと。やりたい前。この一撃、貴様にかわせばいい。みんなが散っていったその分をこちらで敵を討とうじゃないか。何、逃げるのがうまい。やるな慶喜、やるな。ただこちらの規制崩しがうまくはまってくれれば、あるいは一旦引こう。そうだね、この勝機逃せない。やりたい前。敵の大軍をここで撃破しておく。一筋縄ではいかねえか。そこを都会させるなよ。追いつきさえすれば。やりたい。だー、くー、あと100が削れない。ちょっと待ってくれ、これ大興奮だな。騎馬隊はもういないね。紙幣、いやー、これをやっても無駄だな。追い散らかしていくしかないね。よし、ただ抜けた。抜けてさえくれれば追いつけるぞ。乱戦に持ち込んで。慶喜を討ち取りましょう。これほどとは。
ちょっと待て、どうした？最後追ってってくれ。いや、いいよ。こうやってみんな慶喜を討ち取るために味方の部隊がどんどん壊滅していくけど、攻撃隊を攻撃に専念させてくれた。慶喜を退けたり。まあ単純に倍の兵力を倒しましたね。この志決して砕きはしない。さあ、武将、松平定勝。お前は、逃がします。今は、正直言って、和平したいので、ここは逃がしましょう。解放する。これに免じて、許してくれ。さあ、では、味方の方は、ここに来て、徳島城に部隊を送っていく？いや、送れる部隊の数ほとんどないな。いや、ここは静観しよう。で、一刻も早く、まずは、和睦がなることを願いましょう。うわ、蘇合城にさらに 15,200。やるなぁ。ちょっと待ってね。まずは、龍馬隊をどこにぶつけるかだね。18,000。これを一旦徳島城に先に向かわせて、徳島城を攻略した後に、蘇合城は蘇合城で部隊を別に集めましょう。ジョン万次郎4200じゃ話にならないよな。いや、数が少なすぎるよ。いや、無理だ。無尽蔵の幕府軍に対して我々数が限られてますからね。さあ、困ったね。報告します。先月の収支です。お金はね、むちゃくちゃ余ってるんで、まあ、金はもうこの際、いくら払ってでもいいので、なんとか、その、幕府との、講和を成立させたいんだけどな。まず対面を発動させておき、マスク二州将兵、ちょっとでもね、戦争に有利になるようにというところですね。さらに足軽精錬も入れます。皆の力合わせよう。その上で交渉。すでに交渉持ちかけ中になってるから、あとは交渉がいつ始まるかだな。もうでも始まってくれないと結構しんどい。ギリギリのね、ラインにはなってるので。はっ、かしこまりました。鉄砲とかも買っておきますね。これを機に。まあ、せっかく、まあ、言ってみれば、腐るほど金があるんで。いや、本当にさ、和平交渉する気あるのかな、徳川軍。うん、ここに来て、ハマりましたね。ハマってくれた。さて、これね、徳川が鳥取池田家なんですけど、一旦徳川について、鳥取池田家を潰しておきます。黒田軍、うん、島津軍と森軍ですね。ここは島津が決戦に勝利。さて、我々の方はというと、池田家に対して宣戦布告していきましょう。鳥取池田家に対して我々も軍を送っていきたいので、目標設定、八差し城。ここに、正則5000。やってやろうじゃねえか。宣戦布告してない。ちょっと確認します。宣戦の布告。鳥取池だけ。
可能だね。我らの力見るがよい。よし、ここで池田家、両池田家が敵に回ったのを確認したので、この両池田家を撃破していく格好のチャンスですね。正則、これをまず備中松山城へ、あるいは備中岡山城、高松城、まあ、この辺りの攻略に当てていきましょう。備中松山高松、この辺りに軍を送り込めない。ちょっと待ってくださいね、確認していきます。龍馬隊18000、これをまあもうね、徳島城に送る必要はないので、岡山城に送りたいけど岡山城に送れないであれば、一旦進路を変えて、行きましょうか。では、そうだね、順番で言うと、まず八橋城に兵を送っていきましょうか。300しか出せないはありえないだろう。300は。前進せよ。毛利秀成は八橋城、これは攻略するの、防衛するの。いや、毛利秀成もこれ食いに来るな。待機。島津と毛利の戦いはもう島津優勢で決着しそうですね。報告します。先月の収支です。あと気になるのがここだよね。ここに攻略隊が遅れていないというのがすごく気になる。ちょっと待ってね、出陣設定ができない。出陣したい。そうか、講和したばっかりだからだね。さっきもったいなかったな。ここの講和解けるの本当にもったいない。今更だけど、ここでどうだい、上市場が、徳川の、まあ傘下に入ってしまいましたね。報告します。先月の収支です。そうなるとここはもう騎乗させて、戦力の温存に努めた方が良さそうだな。で、まあ、毛利が、島津に追いやられてきたら、島津と一緒になって、徳川を潰すというのが、まあ、戦い方の基本になっていくかなと思います。まあ、京都を取れればね、それでもう勝ったも同然だと思うので、そこまでうまく兵を進めていきましょう。とりあえずここは静観して、確実にね。兵力を蓄えておきましょう。金も結構あるからね。表情を始めよう。本当に。池田家からせしめた金がいくらでもある。その金を使って、国力を、そして国の守りをやっておきます。もう他ないっていうぐらいしっかりと入れてるね。そしたらここも鉄砲と軍馬を買って来るべき幕府軍との決戦に備えていきます。
毛利軍が八橋城は取ったけどね、その八橋城はいずれ、徳川軍の手に落ちる。毛利と徳川、ここも徳川につく。力を貸すぞ。もう毛利を見放した形ですね。あくまでも我々は薩摩と組んで討伐する。それまでの間幕府にもうこれ以上睨まれないようにしたいという意図ですね。八須賀の地を奪いに来るか。まあ八須賀は守らなきゃいけないからね。兵数1万で足りるのか、もっと貸してやりたいけど、見返りはいらない、無条件でいいので守ってあげてくれ。かたじけない。徳川と金子は徳川につく。力を貸すぞ。だ、諭吉が諭吉が八須賀軍を撃破してしまった。伊沢城がこれで徳川の手に落ちたね。まあ、ちょっと何とも言えない感じだな。じわりじわりと、まあ、徳川有利に状況が、まあ、推移をしているという状況は、まあ、変えようがないところですかね。なんとかね、しておきたかったところはあるんですけども、今徳川と正面決戦することがそもそもね、まあ、できないと。講和状態にある以上できませんっていうところは、やっぱりあるので、まあ、貸した兵でなんとか戦ってほしかったんですが、諭吉の前に敗退したか。これで八須賀家という、そのお家自体がなくなりましたね。まあ、結果独占したという大勝権になったという、なんかちょっと意味がわからないことが起きてますけど、島津と毛利の戦いはここは毛利が勝つか。意外な結末ですね。もうここから先は前線全勝、島津有利かなと思ったんですけど、まあ、毛利がここで一旦撃退しましたね。まあ、ここも変わらず騎馬と対名中心でいきます。どうしても欲しいもの、これにて表情を終わる。で、捨てがまりを入れておいて、あと逃げ壇上も入れちゃいます。総戦術とかはまだいらないかな。そしたら宣戦布告、池田家のその城一つでも多くかっさらう。見るがよい。助立ちいたす。岡山城と備中高松城、それぞれ兵を出して、奪いに行きましょう。まあ、部隊の数はいらないので削っていきます。3900はちょっとさすがに足りない。これでどう？ 7000。5800だね。5800で、行軍開始。で、天神からも、兵を出します。岡山城ですね。徳川と片桐。まあ、ここも徳川について、一旦徳川との、
決戦を先延ばしにしたいですよね。堀田と徳川、ここも徳川のね、まあ譜代中の譜代の恩だけを叩きに行くのか。結構闇雲に攻めてる感じあるけど。志果たせぬか。報告いたします。まあ、徳川も城を増やしてるので、我々も城を増やさないと、一層戦いは厳しくなりますからね。さあ、金に物を言わせていきます。まあ、ここは自動布陣で、水攻め。備中高松城の水攻めですね。ここは強行100日。池田からの交渉の申し出。金 !18 万9000円って。ちょっと待って、ここってさ、なんで池田そんなに金持ってんの、まあ、ただ、ここは金ではない。城が欲しい。城が欲しいので、このまま攻めていきます。報告いたします。ちょっと待って。これ一旦矛を収めた系？ 18 万金が入ってるってことは矛を収めちゃった系だね。操作ミスで。そうだよね。いや、毛利と島津の戦い、これ結構毛利頑張ってるな、ある意味。そしたら、まあ我々は兵を引きましょう。いや、ただ誤算だなぁ。ここ、金を得たはいいものの、徳川が備中高松と岡山城の両城を取るのは確実ですね。金20万を使って、まあ、うまく、兵力をじゃあ強化していきましょうか。では、今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。